第16回 PGA ティーチングプロ選手権大会の模様をお送りいたします。解説は PGA 資格認証委員会委員長井上立夫副会長、同じく資格認証委員会山口修一理事にお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況は立木則明でお送りします。それではアウトコース11組目の選手になりますが、ここからは全選手のグリーン上ホールアウトまでのプレーをご覧いただきます。第11組、内藤選手ここまでイーブンパー。今日ツーアンダーで回ってますからね。そうですね、可能性ありますよ。そうですね、何としてもこのホールは取りたいですね。はい、これは取れる位置に来ました。小宮山選手セブンオーバー。藤波選手3オーバー。やはり軸が動かないっていうのはやっぱりスイングよく見えますね。そうですね、飛んでますよね。沢口選手6オーバー。ドローボール打ったって感じでしたけど ね、ちょっと身に残しすぎる感じもありますけどね。この位置、打ちやすい位置ですね。今日ピンが左ですからね、はい、右サイドの方が打ちやすいでしょうね。内藤選手の第2打になります。これをつければしっかりいったけど、あそこ受けてるんですね。ちょっと止まりすぎちゃったですね。この位置は打ちやすい。いいですよね。はい。これは素晴らしい。これはナイスですね。一番飛んでるところへ来て、あ、まあ良かったのかな、ね。ちょっとダウンヒルに起こったんで、球足が出ちゃったんですけどね。そうですね。あれだけ止まらないってことは手前から順目ですかね。これが逆目になる。藤波選手の奥からのバーディーパットになります。日陰から日向へのパッティングですから、ちょっと距離感つかみづらいんですけどね。そうですね。あ、惜しくも右に抜けました、今日ワンオーバーですか。そうですね。藤波選手はトータル3オーバーのフィニッシュ。これ下から速いから、あ、ナイスバーディー。ナイスですね。いや、ワンアンダーですね。あ、パープレーか。ワンアンダーですね、これ。ワンアンダーですよね。これまでのトップですね。あ、これもナイスですね。いや、下から優しいんですか。まあ、ラインが参考になってるんでしょうね。一番ついた小宮山選手どうですか。3人バーディー、ナイスですね。続
続いて第12組の選手になります。この組は皆さん1オーバーからのスタートです。小島選手8オーバー。1オーバーから8ですか、いいスイングですね。逆にこのぐらい残した方がセカンドショットしやすいですよね。そうですね。吉田選手7オーバー。いいスイングですね。いいスイングです。講習会の時からも、あまり検定で落ちてはいませんね。一番いいポジションできましたね。草加選手4オーバー。球行きそうです。あ、ここいいとこですね。松崎選手11オーバー。ん、こうやってんですかね。前の木邪魔じゃないですかね。小島選手の第2打。ちょっと引っかかったんじゃないですか。あ、惜しくもショートですね。もちろんは打ちやすいんでしょうね、やはり。なかなかピンまでは突っ込んでくれないですよね。ああいうちょっと噛んだ音でちょうどいいぐらいですね。止まらなくて。逆にラフですからね、足使いますからね。そうですね。惜しいですね。タッチ合わせに来るとああやって切れちゃうんですね。そうですね。下からですからね、結構しっかり打たないと。草加選手のバーディーパット。強い。入りました。飛び込みましたね。トータル3オーバーでのフィニッシュです。おお、ナイスですね。今日9オーバー。ナイスパー。ナイスパーですね。続きまして第13組の選手です。この組も前選手本日1オーバーからのスタートです。山本選手ここまで1アンダー。今日2アンダーで回ってるんですね。そうですね。17番でスコアチェック入ってるから自分の位置分かってるんでしょうね、おそらく。はい、もう一つ行けば分かりませんね。豊福選手4オーバー。飛ばし屋ですね。うわ、すごいですね。これグリーン狙ったんでしょう。どこですか。右のバンカーですね。これもグリーンの横ですよね。
アンカー向こうから転がってきましたよ。北原選手シックスオーバー。一番いい位置ですね。そうですね。森選手ここまでイーブンパー。あのバンカーに入ると、あ、これスタンスどうなんですかね。止まったんだけども、ちょっとバンカーだ最悪だ。さあ山本選手の第2打、あと一ついけば。そうですね、バンカーのすぐ上にピンが見えますからね、突っ込めればいいんですけどね。どうしてもこうになりやすいですよね。そうですね。ああ大丈夫そうじゃないですか。立てますね。でも砂が飛びましたね。かなりボールの下砂入ってますね。嫌な感じですね。インパクト強かった。やはりああなりますね。なりますよね。ダウンの矢ですからね、これはいい位置で低く出て止まれ、戻れ、戻んない。キャリーで330ヤードですよ。ただちょっと中途半端な距離で一番難しいバンカーショットですよね。そうですね。エース開いていいんですかね。もうちょっと閉じた方がいいような気がしますけど。ちょっとクリーンに入ったんじゃないですか。音がしましたよ。シャンクですね。ずいぶん右出てますね。シャンクです ね。森選手奥からのバーディーパットになります。これを沈めると1アンダー、パターですね。強いようだけど逆目だからちょうどいいですね。距離は合ってますね。ちょっとラインが違ったですね。どうしよう。グリーン狙って3打目はこの距離じゃ納得いかないですね。これはいい音しましたよ。パッティングまで飛ばしちゃったですね。だいたいそうですよね。さあ山本選手のバーディーパットになります。これは何としても入れたい。これ入れば今のところトップになりますよね。そうですね。緩いな。ちょっと打ち切れませんでしたかね。どうしたんですか。痺れてる場合じゃないんですけどね。バーディーパット、さっきから見てると上から入らないですね。そうですね、読みづらいんでしょうね、ラインが。そうですね。パー取ってくれ。ナイスパーだ。ナイスパーだ。本人はあれがバーディーパットだったんでしょうけど、残念、パーパットでした。残念。これでワンオーバーですか。そうですね、まあ、上位は上位だろうと思いますけど、もったいないですね、今のボギーは。もったいない。これは入れとかないと。これで内藤選手と並んで1アンダーは今2人ですね。そうですね。
1年間使われていて、はい、思うところを。そうですね、やっぱり、まあ、あの特徴といえば特徴的なので、はい、今までのイメージというよりは、ね、かなり違って、まあ、あのボールのコントロールだったりとか、まあ、弾き打感ですね、全てにおいてやっぱりあの新しい感覚で、あの見てたというか実感ですね、はい、やっぱりあの簡単に球が優しく上がってですね、あとは打感もかなりあの、うん、特徴で、まあ、弾き感ですね、そこがやっぱり気持ちいい形 で打っててもそのシャフトのヘッドのブレがないのが実感しました。思ったよりもしっかりしてるので、はい、最初はもうびっくりしまして、そうですね、すぐあの特徴というか慣れまして、はい、まあ、非常にこうコントロールしやすいシャフトかなと思いました、はい、大体 の, あのアマチュアの方ですね、こういう方はどうしてもダンブルなんかプロのように、まあ、打ち込みに、辛かったりするアマチュアが多い中ですね、このシャフトはその打ち込まなくてもですね、非常にこうボールがあの上がってくれたりとか、それから、まあ、あのスライスフックのヘッドのブレをなくしてくれて、そこを、まあ、あのまっすぐ操作性の良いあのシャフトで、あのボールコントロールも可能になっているので、あのすごくあのアマチュアさんにも、あのいろんな種類で遊べるシャフトだと思っております。 PGA は豊かなゴルフライフのお手伝いをするために真に信頼されるティーチングプロの育成に力を入れております。